水燃料電池とはアメリカ人発明家のスタンリー・アレン・メイヤーが発明したある種の永久機関である。この装置を市販の自動車に取り付ければガソリンの代わりに水を燃料にして走ることができるとメイヤーは主張した。しかしオハイオ州の裁判所はこうしたメイヤーの主張が詐欺に当たると1996年に認定した。水燃料電池は水を その構成元素である水素と酸素に分解するとされており、次に水素ガスを燃焼させることでエネルギーを生成した。これは水分子を再構成するプロセスである。メイヤーの主張では水燃料電池は電気分解を実行するために必要なエネルギーが従来の科学により予測または測定された最小エネルギー要件より小さくて済むとされており、作用基準は 液体としての水と同じに、一の比率で混合された酸水素ガスであるブラウンガスに関係しているとされていた。ブラウンガスは周囲の空気と混合され、得られた水素ガスを燃料させてエネルギーを生成し、水が分解された装置とは別の装置で水分子が再構成された。メイヤーの主張通りに装置が働いている場合、熱力学の第一法則及び、 第二法則の両方に違反し、いわゆる永久機関として動作することを意味していた。水燃料電池のカイロズメイヤーは、自身の出願した一連の特許群で、通電によって水素と酸素を生成する装置のことを一貫して、燃料電池、または水燃料電池と呼んでいる。しかしこれは、科学、工学分野における通常の用語の意味に反しており、正しくはむしろ、 電解層と呼ぶべきものである。さらには、燃料電池という用語は、通常、化学的な酸化還元反応から電気を生成する、電池という意味で用いられるものであるが、メイヤーの燃料電池は、彼の特許と右の画像の回路図に示されているように、電力を生成するのではなく消費するものとなっていた。メイヤーは1990年の特許で、 水燃料電池アセンブリの使用について言及しており、燃料電池水キャパシタについてのいくつかの図面を描いている。特許によれば、燃料電池という用語は本発明の方法に従って燃料ガスを生成する水キャパシタ電池を含む単一の装置を示すことになっていた。水燃料電池コンデンサを配用しのテレビ局のニュース報道でメイヤーは自身の水燃料電池を 動力源としていると主張するデューンバギーを公開した。報道の中でメイヤーはロサンゼルスからニューヨークへの移動に必要な水はわずか22メートルガロンであると述べており、さらにはメイヤーは点火プラグを水素、酸素混合物をエンジンのシリンダーに導入するインジェクターに置き換えたと主張した。水は電気共鳴にさらされ、それにより水は 基本的な原子構成に分解される。水燃料電池は水を水素ガスと酸素ガスに分解し、その後従来型の内燃機関で燃焼して、水蒸気に戻し、賞味のエネルギーを生成するとされた。なお、メイヤーのデューンバギーに搭載された自動車エンジンは、フォルクスワーゲンタイプ1の1六リットル空冷ガソリンエンジンであり、火花点火内燃機関から、点火プラグを除去した後、 どのように燃焼室内で酸水素ガスに添加させていたのかについては言及がなかった。もしもガソリンエンジンをディーゼルエンジンのように圧縮着火させていたのであれば、予ん後圧縮着火を世界に先駆けて実用化させていたことになる。メイヤー自身のバギーの動力装置についての説明は一貫性がなく、ある時には添加プラグを水分解装置に置き換えたと説明したりもしていた。 フィリップ・ボールは2007年の学術雑誌、ネーチャーへの寄稿でメイヤーの主張を疑似科学と定義し、次のように記述した。メイヤーの車がどのように機能するかを確認するのは容易ではない。しかし、放出されるよりも少ないエネルギーで水を分解できる燃料電池が含まれているのは確かだ。疑似科学に反対する十字軍はこれに対して好きなだけ。 怒なったり絶賛したりすることができるだろうが、最終的には燃料としての水の神話が消えることはないことを受け入れた方が良いだろう。2021年現在、メイヤーの装置に対する作読済みの研究は科学文献には発表されていない。ネイチャーの記事はメイヤーの主張を燃料としての水の神話の一つとして取り上げていた。スタンディ・メイヤーの発明は彼から 水燃料電池技術の販売権を購入した二人の投資家によって1996年に訴訟を起こされて以降詐欺とみなされるようになった。裁判の中でメイヤーの車は法科学検証が行われることになっており電気工学の専門家としてロンドン大学クイーンメアリー校教授で王立工学大学フェローを務めるマイケル・ラトンが招聘されていた。しかし メイヤーは、ラトン教授が試験当日に、下手な言い訳とみなした行為を行ったとして、試験の続行を許可しなかった。その後、メイヤーの車は3名の専門家証人によって、調査が行われたが、証人は、法廷で、セルについて、革命的な要素は全くなく、単に従来の電気分解を使用していただけだったと、報告。裁判所はメイヤーが、 著しく悪質な詐欺を犯していたと認定し、二人の投資家に2万5000米ドルを返済する様に命じた。1998年3月20日、スタンデー・メイヤーはレストランで食事をしている際に休止した。メイヤーの兄弟は彼が二人のベルギー人投資家と会食中、メイヤーは突然天外に飛び出し、彼らが私に毒を持ったと叫んでいたと主張した。後日、 グローブシティ警察は高血圧を患っていたメイヤーが脳動脈瘤により死亡したとするフランクリン軍の検視官の報告書を公表した。メイヤーの支持者の何人かはメイヤーが彼の発明を抑圧するために暗殺されたと信じている。日本ではベンジャミン・フルフォードが実著の中でメイヤーの死について石油利権による暗殺説として言及しており、斉藤隆夫は 漫画、ゴルゴ13で、メイヤーの一件を元にした、エピソード、ゼロミッションハイガスゼロを制作したとされている。なお、メイヤーの死の当日に、会食の席に合わせた人物とされているベルギーの、投資家の一人であるフィリップ・バンデモールテレは、メイヤーを数年間財政的に支援しており、彼を個人的な友人とみなしていたが、噂がどこから来たのか見当がつかないと証言している。同時に、 パンデモールテレは、自身には、工学的な専門知識はなく、メイヤーの車は、デモ走行で見たのみであると前置きした上で、メイヤーの発明が虚偽ではなく、本物であったと今でも信じているが、メイヤーの死後の遺族の行動に不審なものを感じ、資金援助を打ち切ったこと。メイヤーの発明は、奇跡と陰謀論について、多大な議論を巻き起こしたが、 結局のところ彼の技術を模倣できた者は誰もおらず、彼の遺族も誰一人が根持ちにならなかったと総括もしている。2021年現在、メイヤーの特許はすべて執行しており、彼の発明のすべてがパブリックドメインとして制限やロイヤルティの支払いなしにすべての人が利用することができる状況となっている。しかし、エンジンや車両の製造をメーカーで、 彼の研究を取り入れた会社は存在しない。ありがとうございます。